サーク試験で一回練習したんですけども、結構抜ける時があって、そのグリップがしっかり決まらない時があるんですよ。なので僕はやめて、やっぱスピードチェンジだったらしっかりスイムにかけれるので、グッと。このグッっていうのが大事なんですよ。ああ。もうガスってこう決まるっていう。そうじゃないとそうですよね。で、やっぱスピード投げる人も、ここのグッってグリップを決まらないと落ちないんですよ。はい、こうなんじゃったらダメなんですよ。はい、ここがね、よく佐々木さんとかこう、はい、やってます、抜けないっていう。はい、それと一緒で、このグリップが決まれば、もう抜けないんで、ちゃんと。やっぱ、はい、あ、絶対すごい。本当だ。締めて。で、ちゃんとこう、ここ離れるときもあるけど、ここがやっぱり絶対決まっておかないと。で、そこでこう、体が、ガンって、でパラシュートでゴッと落ちる。はいはいはい。すげえ。それで、このフォーシームは速い。はい。これカウント球です。うん。速いボールで落ちない。やっぱり、スイムがあることによって、落ちが小さいんですよ。だからカウント取る球はこれで、はい。で、カウントっていうか、空振り取るのは、ツーシーム系のチェンジアップ。うわぁ、フォーシームとツーシーム使い方するので。で、あとはこう、ちょっと、こうやって、ガッていう時に、シンカー気味に落ちたりとか。すげぇ。まっすぐ落としたりとか。はい。縫い目かけないんですよ。縫い目かけないんですか？どう？もう、皮がもう、滑らないじゃないですか。はい。僕、縫い目かけちゃうと、スピン量多いんで。キャッチャー取れないんですよ。ああ、ワンバン、ワンバン、ゾーンって跳ねちゃうから。ベース板に落ちちゃうんで、ね。いや、ベースの、後ろに落ちたとしても、跳ねるっていうのは逆回転するんですよ。うわ、すげえ。そうなんですか。僕、日ハム行った時に、キャッチャー鶴岡君が取れなくて、そこって広いじゃないですか。はい、後ろに。セカンドランナーがホームに入った。一塁。そのバッター振り逃げですよ。セカンドまで行って。そう、三振アウトなんですよ。ツーアウトで。で、ボーンって跳ねて取れなかったんですよ。一塁ベース、あそこまで行ったらもうセカンドの中、ガーッて。で、バッター走者二塁まで。ツーベースって。それ思っちゃいます。三振ツーベースですよ。すごいですね。だから、もう、縫い目にかけずに、スピン量を落として投げて。僕よくこう抜く感じとかいろいろあるんですけど、その手の振りとかはどういう意識してるんですか？大きく曲げるときは、カーブピッチャーとスライダーピッチャー違うんですけども、はい、僕はカーブピッチャーなんで、しっかり巻き込む。巻き込んだら、ドンと上に上がるんですけども、はいはい、そういう大きく投げるときは巻き込みですね。こう親指が上に。はいはいはい。はい、で、スライダーみたいにちょっと曲がるときは、ここの、中指を使うわけじゃないですか。はい、今だったらナックルカーブとかやるんですけど、はい、そういうので、こう回転数を上げないと曲がってくれないんで、こういう投げ方しますけど、僕はもう本当、このスピン量があるんで、はい、こう曲げるのが強いんで、普通に巻き込みです、ね。で、こういう投げ方とこういう投げ方です。これはちっちゃいカットボールゲームのカーブですね。はい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 、それはこういう、うん、こういう回転、はいはい、で、大きいのこれは、すげえ。これもうみんな聞きたいだろうな。よっしゃっていう、こう、拳を利かせた感じで、バット持って、この角度もここでもう、バレーゾーン入ってるわけですよ。はいはいはい。今からですよ。いや、わかります。35度、はい、30度ぐらい、はい。で、ここで出すだけで打てます。はい、今ってこうなってるんです。はい、右手の拳を使って、それを、ここ、バットありますね、はい。こう入る。腰入る。で、こう通す、はい。これで打つよ。だから、あれですね、昔でいうこういう変化じゃなくて、こうですね。ここだけで打てるんです。はい、グン。これで終わりです。